お疲れ様です。真面目社長です。本日はですね、こちらのね、なんとデリヘル開業セミナーをこれから行います。ありがとうございます。これからデリヘルを開業したいという方がね、はい、会場に見えて、勉強する会になりますので、今日はじゃあそこに潜入させていただくということで、はい、今日来る人はね全員成功させますから。なるほど。ちょっと僕らも潜入させていただく手前、はい、こっそりちょっと拝見させていただきますので、勉強させて、はい、勉強させてもらいます。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。もう第6回ということなんですけど、デリヘルの開業興味がある方って結構いらっしゃるんですけど、情報がなかなかないということをご要望いただいて、定期的にこういった場を設けさせていただいてます。真面目社長っていう名前でツイッターもやってますので、そっちの方が結構通ってるので、一応真面目社長という形で、務めさせていただきます。よろしくお願いします。で、多分ね、最初に皆さんに言いたいのが、結構その、ここに来てる時点で結構皆さん成功する可能性かなり高いと僕は思ってて、皆さん多分そのネットとかで調べられてここにたどり着いて、ちゃんと時間も空けて今日は学びに来てるっていう姿勢が、もうそれがちょっと優位な部分になると思うので、この同じ姿勢でずっとその続けていただければ、僕は非常に成功する確率が高いと思っているので、ぜひそのスタンスでやられていただいたと思います。はい、じゃあ一応その資料があるんで、こちらの僕はよく風俗経営を科学するっていうふうに言ってるんですけど、結局その風俗経営をロジカルにしっかり考えて突き詰めてやるっていうのがすごい大事だと思ってて、例えば女の子の面接をしたけど、じゃあ体験入店に来なかったとか、退入したけど実際に入店しなかったとか、女の子が入店したけどすぐ辞めちゃうとか、結局こういうのって絶対原因があるんですね。普通の人だと仕方ないみたいな感じで、それを繰り返している経営者ってすごく多いんですけど、うまくいってないところっていうのは改善ポイントがあるんで、そこを自分なりにこう分析して改善していくっていうのがすごい流行ってるお店の特徴かなと考えてます。今東京で1700から1800店舗風俗店の届け出が出されてるんですけど、その中の大体1200店舗近くがデリヘル、競争率が高いっていうところは認識していただく必要がある。ただそのメリットとしてはここに書いてあるように、まず圧倒的にその参入障壁が低いっていうところですね。お客様のアンケートとかも今まで散々取ってきたんですけど、やっぱりどんだけいい子がいても対応悪いお店ってやっぱ行かなくなるってお客様もたくさんいらっしゃるので、ましてその女の子の質ってそんなにこう差を作るのって難しいので、じゃあどこで差をつけるかというと、男性スタッフが丁寧なお店か対応が雑なお店だったら丁寧な方を絶対に選ぶので、女性のところ以外でもそこでも差別化ができる、まさにうちがやってたのがそこなんで、日本一真面目な風俗店っていうのはそこの接客の質も他より高いというところの差別化を図ったとしたので、そこはすごく大事です。で、特にデリヘルなので対面ではないので、その一番大事なのっていうのはもう熱意になります。で、これ僕後輩が最初にこの言葉を伝えたら今も実践してくれてるんです。3ヶ月休みなく働けば立ち上がります。最初っていうのはいろいろ改善点だらけですから、で問題も当然起こりますので、全ての時間をそこに捧げるぐらい覚悟がないと、やらない方がいいかなと思いますので、逆にそれをやれば、必ず立ち上がってるお店が多いんで、それぐらいの気合でぜひやっていただきたいと思いますので。すいません、じゃあちょっと質問を、させていただきたいんですけど、はい、名前をお伺いしていいですか。はい、山梨から本日参りました中田と申します。同じく山梨から来ました遠藤と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今回なんですけどセミナー来ていただきまして、はい、今終了した感じなんですけど、率直にセミナー受けてみて、はい、どうでしたか。真面目社長の講義を聞かせていただきまして、はい、情報分析の大切さ、はい、それから市場に対する、真剣な思いというのが非常に重要になってくると、これが売上に直結するものだということを再度感じさせられました。ありがとうございます。めちゃくちゃ素晴らしい答えをいただいてありがとうございます。ちなみになんかセミナーって風俗のセミナーっていろいろあると思うんですけど、はい、なんで今回真面目社長 の, セミナーを選んでいただいたんですか。
実はですね、ツイッターでフォローさせていただいておりまして、私どもソクランドでもツイッターというのは、かなり重要に今なってきておりまして、うちのスタッフや、女の子たちにも今率先的に、やっていただいている形になります。今ソープやられてるんですね。はい、山梨県内で現在2店舗経営をしております。なるほど。じゃあもう最後に質問なんですけど、前の風俗をやられてるってことだったんですけど、いろんな業種がある中でなぜ風俗を選ばれたんですか？はい、元々私飲み屋さんをやっていたんですが、飲み屋さんだとできない、ちょっと深くお客様に入り込んだサービスではないですが、そういったことをしてみたく、やらせていただきました。どうですか風俗は？はい、もう面白いですね。飲み屋さんでも同じではあったんですけど、より深いところまで、お話ができて非常に勉強になっております。なるほど、ありがとうございます。またよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。お名前ちょっと聞いて、なんでも屋さんって名前でツイッターやってます。なるほど、なんでも屋さん。はい、なんでもやってたんですよ。なんか講習とかデザインとか写真撮ったりとかいろいろやってたんで。風俗関連のってことですか？はい、風俗関連のそういういろんな業務を、なんでもやってたものだから、なんでも屋さん。なんでも屋さん、かっこいいですね。ありがとうございます。で、一応今日今セミナー終わった感じだったんですけど、セミナー、真面目社長のセミナー受けてみて、率直にどうでした？いやでもなんかすごい話し方も丁寧で、なんか風俗の方、ね、風俗の内勤さんとかも働いてる方ってもおっしゃってましたけど、なんか適当な方とか多いので、そういうのが多い反面、すごい真面目な方でお話ししてる方もなんか、私が納得がいくものが多くて、そうでも勉強になりました。なるほど、多分風俗のセミナーっていろいろあると思うんですけど、なんで今回真面目社長のセミナー？いやでももともとそんなになんかそのたくさんあることも全然知らなくて、ツイッターをやってる中で真面目社長のツイッターアカウントを見つけて、で風俗セミナーなんてものがあるんだなと思ったのと、その真面目社長のツイッター拝見させていただいて、あ、すごいなんかなんだろう、ちゃんとしてる方だなって、人柄があってですね、思ったので参加させていただきました。なるほど、はい。でこれから、開業を、したいなとは思ってます。ただ資金面だったりいろいろ課題があるので、そのあたりをクリアしていきながら。で今は何をされてるんですか？今は、基本デザイン関係が本業ではあるんですけど、社名日記講習も都内を中心にやらせていただいておりまして。なるほど、はい。じゃあ、あれですか、なんでも屋さんのツイッターに DM すれば、あ、そうですね、講習できる、講習もしていただけると、素材の撮影から、その女の子のなんかプロデュース、こういう風に打っていった方がいいよ、みたいな感じで、アドバイスができる。なるほど、じゃああれですね、開業した後もその強みではありますね。そうですね。なるほど、わかりました。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます、またお願いします。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。いやー、ね、よかったです。終わった。いや、すごい勉強になりました。あ、本当。はい。インタビューさせてもらったんですけど、はい、皆さんすごい、めちゃくちゃ勉強になったって、おっしゃってた。よかった。はい、すごい満足って言ったらいいですけど、していただいてると思います。まあね、もうね、本当にノウハウを全てね、お出しして、わざわざ大阪から来てくれた。いやー、本当ですね。すごい遠くから。全国からいらっしゃって。はい、本当にもう感謝しかないですね。なんで皆さん、今日聞いてくれた方はなんか、ね、結構次回もね来ていただけるっていうことを言ってます。はい、で次回からもちろんね、新規で来ていただく方も大歓迎ですし、大歓迎ですしね、自分で言うのもなんですけど、元は絶対取れると思います。確実にその値段以上の価値は提供できるセミナーにはなってます。で、やっぱこの業界で情報発信できる人っては少なかったりとか、コンサルタントとかだと、机上の空論というかね、理論上は合ってるんだけど、じゃあ実際に体験してないから、本当にできるのとかね、で僕の場合はやっぱり20年間の経験を全てお伝えしてるんで、そこが他との違いだと思いますので、もしご興味ある方はぜひまた次回開催ありますので、ご参加いただければと思います。それはまたあれですか、ツイッターだったりとか。そうですね、YouTube だったり、ツイッターだったり YouTube だったりね。で告知があるとかですか？告知をいたします。わかりました。はい、はい、では本日お疲れ様でした。失礼します。
それで合わせでしょ。あ、そうかそうか。では本日も失礼いたします。